大阪敬吉たった今東京駅を後にしたばかりの神戸行き一二等急行17列車は瞬くうちに新橋品川を飛び抜けると何かまるで 巨大な深海の発光魚のように延々日の窓を連ねながら闇の旅路へ滑り込んでいったその列車の二等寝台車、もうすっかり人通りの少なくなった通路に立ってさっきからモジモジしている華やかな色彩の若い2人の男女があった今さっき東京会館で新婚披露を済ましたばかりの花婿利根君と 花嫁のの月江さんとの二人である行き先は利根君の距離大阪目的は言わずとも知れた展望を兼ねてのつましくも楽しい新婚旅行ところが花婿の利根君はトランクを縦に置いてその上へ腰を下ろし興奮に濡れた視線を何も見えない窓の外の闇の景色へ釘付けにしたっきりだし 寝台の端へ遠慮深げに浅く腰をかけて膝の上に組んだ手の指をもてあそびながら差しうつむいたままだしもう9時40分に東京をたってからたっぷり20分は過ぎようというのにまだ2人は一言も言葉を交わさないのであるたまさか何かの拍子で視線が出会ったりすると2人は真っ赤になって慌てて横を向いてしまう 神戸行き12等急行17列車というのは乗客も大半は遠い旅に出る人々が多く外人なども大勢乗っていて列車が東京駅を出発するとすぐに人々は寝についてしまい車内はひっそりと静かになってしまうのであるがその静けさの中へ東京駅で見送りの人たちからにぎやかに送り込まれたままの姿勢で2人は取り残されたという形であった。 言うまでもなく利根君たるもの、常々車用で旅行は嫌というほどしている身であるから二等寝台車の勝手が分からなくてもじもじしているわけでは決してないいやそれどころか寝台車の勝手を知りすぎていてもじもじしている今夜の利根君である何しろ晴れの新婚旅行である下段の上等寝台を向かい合わせに注文したのであるが 折から新年の満員列車でおあつらえの席がない花嫁が下段の上等で利根君がその上段ということになった向かい側の寝台は下段に黒い眼鏡をかけた外人が上段には満州視察にでも出かけるらしいカーキ服の日本人が2人とももうとっくにカーテンを閉めているこれなり はしごを登ってカーテンを引いてしまえばもうそれで万事終わりではないかちュッ利根君は早くも寝な謎を取ったことを内心で後悔し始めたコツコツ向こうから通路伝いに車掌さんがやってきた頼みもしないのに2人の前までやってきて立ち止まると時計を見ながら ただいま10時5分でございますどうぞごゆっくりおやすみくださいごゆっくりというところへ妙に力を入れてそう言うとやゆするように肩をゆすりながらおつにすましていってしまった2人はもう一度無言で顔を見合わせ赤くなって横を向いたと今度はすぐ前の寝台のカーテンが少しばかり開いて 黒い眼鏡の外人が「まだ起きているんですか?」と言わぬばかりの非難の眼差しをちらと見せてそれから2人を見合わせてにやりと意味深げに笑った利根君急にドギマギして思い切ったように初めて口を開いた「疲れたんでしょうもう休みましょうか」赤くなりなりがら、 われながらぎこちない足つきでつと花嫁のそばへ寄り添おうとしたのであるが立ち上がった花嫁が「はいおやすみなさいませ」かれんな声でそう震え声で言ってしとやかに己の寝台へ上がってカーテンを閉めかかると宙に浮いたままの利根君の両手はやり場に困ってそのままよろよろとはしごにつかまってしまった「ち 寝台ななんんかか取るんじゃなかった。眠られなくったって普通者ならせめて差し向かいで顔だけでも見ていられたのに杭を洗剤に残すとはまさにこのことであろう利根君半ばべそかき顔ではしごを登り2階の寝台へ這い上がると天井へ何度も頭をぶっつけながらわざとミシミシ音を立てながら 長い時間を費やしてサービスの寝巻きに着替えさて横になったのであるがところがこれからが大変だった寝疲かれないのである列車はもういつか横浜大船を過ぎ今は熱海か小田原か大きなカーブでもかかったのであろう快い傾斜に弾みながらひた走りに走り続ける その中でパッチリ目を開いたままのトネくんは腕組みしたまま天井をにらみ続けるどこからか大きないびきが聞こえてくるどうやら向かいの満州行きらしいいずれにしても今ごろこの寝台車の中で目を覚ましているのはおそらくトネくんだけに違いない下の花嫁の寝台からはいびきさえもない 静かなものだみんな眠っているに花嫁も眠っているに新婚の夜とはいえ利根くんだけが眠れないとはなんだか軽い屈辱のようなものをさえ覚えて利根くん無理に目をつむるのであるが目をつむってもさっぱり寝つかれないなんだか列車が逆の方向へ走っているような錯覚を覚えるだけで 眠けどころか目はますますさえかえって果てはイライラしてさえ来た静かに上半身を起こしそーっとカーテンをたぐって首を出してみるすぐ下の花嫁月江さんの寝台からはほのかな紅旗が立ち上っているだけでまことに静かなものだ利根君無性に悩ましくなって首をすっこめると思わず 大きなたため息をついたこうして1時間2時間と時間はたち列車は沼津を通り静岡を過ぎて深夜の東海道を疾走し続けるのであるが利根君はやっぱり寝つかれないもう今までに幾度カーテンからそーっと首を出して下の花嫁の信頼を伺ったかしれない あれなりすやとも言わず眠り続けている月恵さんがふと憎らしく思えたりするおまけに例の妙なイライラが夜が更けるとともにますます激しくなりいささか心機更新の症状を呈し始めたこういうトレ君の状態はあえて新婚の夜と限らず一度でも激しい不眠の夜を過ごされたことのある読者にはきっと分かってもらえるに違いない イイライラが激しくなると目はいよいよ座り込んで頭は逆にぼーっとなり果ては準神経衰弱症状を呈してくるそういう男が一人今みんな眠っている深夜の寝台車の中でたった一人だけ目をパッチリ覚ましているのだった「こいつはどうも」 このままでは収まりそうもない状態である果たして利根君それから間もなく大変なことをしでかしてしまった 2> 2午前の4時近く浜松豊橋を通過した列車が夜明け前の三河路を名古屋へ向かって爆心している頃のことであった。 イライラからもうすっかり純神経衰弱症状へ入ってしまった利根君はそれでも花嫁の寝台へ対しては妙な意地を張ってこっそり音のしないようにはしごを降りるとふらふらしながら便所へ出かけた帰ってきて自分の寝台へ戻ろうとした利根君。ふと見ると向かい側の下段の寝台からこれもやっぱり便所へでも起きるのであろう赤い立派な八字ひげを生やした 青い目の堂々たる外人紳士がカーテンを跳ね上げて靴を突っかけているおやこれはボックスを間違えた全く自分の信頼の向かいの下段にはこの先生とは全然別の黒い眼鏡の外人がいたはずであるこれは大変ト根君ふらふらと隣のボックスへ行って改めてそこのはしごを登り始めた のののりながら、カーテン越しに無料の思いを込めてキッスを投げる投げながらはしごを登ってカーテンを開き自分の寝台へ入ろうとしたとふいに中から「あっ!」とばかり利根君は床の上へ転げ落ちた。 誰が来て,来て大変なことになってしまった自分の寝台だと思って入りかけた寝台の中に女の人が寝ていたのであるみるみる辺りの寝台からカーテンをはねのけて人々が顔を出す気の早い男たちは飛び出してくる列車ボーイが来る専務車掌が駆けつけるこの人ですこの人です ほんまにびっくりしました28区の美しい関西弁の女だった襟元を乱してカーテンから顔を突き出しながら私の信頼の中へいきなり入り込んできやがってま待ってくださいここれは何かの間違いで何ぼ間違いやかてあんまりやおまへんかちょっとお待ちください 専務社長が割り込んだ女のほうを手で制しておいて利根君へ行った「あなたからご説明願います」大変なことになってしまった利根君さっぱり訳が分からずキョロキョロ辺りを見回すとすぐ後ろのさっき最初に入りかけたボックスの下の寝台からいつの間にか出てきた花嫁の月恵さんが。 こ傍然たる顔つきで利根君の集体を見つめているしまったしてみるとやっぱりボックスの間違いか利根君思わずよろよろとなって傍らの窓枠に寄りかかりながらそれでも必死に自分の間違いを弁明し始めた運の悪い時は仕方がない普通の客車であれば それぞれぞ違った乗客の顔があからさまに並んでいるから酔っ払ってでもいない限りは間違えることもないのであるが寝台車というやつは同じようなボックスの構えでしかもそれぞれの信頼には全然同じ色のカーテンが引かれているのだもともと間違いやすい仕組みなのである大阪弁の女はなおもプリプリとまくしたてだが事間違いとあってみれば致し方もない。 わけの分かった車掌さんの取りなしでやがて女が引き下がるとカーテンからのぞいていた物好きな客たちの顔も引っ込み辺りは元の静けさになった利根君は月江さんの前へ来てしょんぼりと立った本当にびっくりさせてすみませんんでした。ごめんなさいね。すると月江さんは何とも言えない冷たい目で利根君の顔をちらと仰ぐと 急に目頭を光らせてそっぽを向きそのままさっさと自分の寝台の中へ入ってしまったトネ君途端に鉄槌でガンと頭をどやされたような気がしてしばらくは動くことができなかったがやがてふらふらと自分の寝台へ這い上がって静かに横になった騒ぎはすっかり収まったのであるが 収まらないのは利根君の胸の内である3なんということをしてかしてしまったんだろう泣きっ面に八とはこのことだ利根君もう眠るどころではなくなった花婿の面目丸つぶれであるそれから約1時間近くというもの さっきの月夜さんの冷たい顔を思い出しながら利根君文字通り悔し涙に泣きぬれただがそれにしても妙である考えてみればなるほど結果として自分は他人の信頼へ間違えて入りかけたが実際自分はでたらめに信頼を間違えたわけでは決してない全く最初自分は 間違いもなく自分の寝台へ登ろうとした。ところが向かいの寝台の黒眼鏡の先生の先から立派なあの八字ひげの大将が出てきたばっかりについ勘違いして隣の寝台へ登ってしまったのではないかおおそうだ考えてみれば全く妙である待てよ確かに昨夜はこの向かいの下段の寝台の客は 黒眼鏡をかけたのっぺり顔の外人ではなかったかそれが通していつの間に八字ひげの先生と入れ替わってしまったんだろう自分はあれから夜通しずーっと目を覚ましていた途中の駅で向かいの寝台の客が乗り換わった気配は絶対になかったはずである利根君急にムラムラっと好奇心を覚えた何しろ この八字ひげの先生のおかげで今夜の大しくじりをしでかしたト根くんであるこれが考えずにはいられるものかひょっとするとこの向かいの先生たちこそ信頼を間違え合っているのではあるまいかト根くん悔し紛れに夢中になって考え始めた考えれば考えるほどますます妙である果ては 変に頭がこんぐらかってきて寝台車全体が間違いだらけのようにさえ思われてくるところがそれはもう夜明けの5時近くのことであった急にサラサラッと向かいの寝台のカーテンが開かれる気配がした利根君思わず硬くなってこちらのカーテンの隙間からこっそり向こうをのぞいてみると 問題の八字ひげの大将が寝台の上へ大あぐらを描いて手鏡へ向かってしきりにネクタイを結んでいるなかなか早起きの先生だな思いながら利根君じーっと八字ひげの顔を動作を見つめ続けるそのうちネクタイを結び終えた八字ひげ氏はトランクから化粧袋を取り出して洗面所の方へ出かけていった 途端にねく君はっとなった霊感である不思議な霊感が腹の中にひらめいたのだ利根君は急に立ち上がると自分も化粧袋を取り出してそそくさとはしごを降り洗面所へ出かけていった待つほどもなく用を済ました八字ひげしは赤毛のひげをしごきながらのっしのっしと現れてきた するとこの時妙なことが起きた八時ひげしとすれ違いながら利根君いきなり何を思ったかひょろひょろっとまるで列車の振動に足場を取られたふりをして八時ひげしに寄りかかると「いや失礼!」いいさま右手を上げてそのもったいぶった八時ひげをピンと引っ張った。 なんとその赤ひげはコロリと外れ落ちてその下から似ても似つかぬ昨夜の黒眼鏡とそっくりな同じ顔が現れたみるみるその顔は真っ赤に膨れ上がって激怒に激しくゆがんだかと思うといきなり体ごとのしかかるようにして利根君の上へガッとばかりくみついてきた大変なことになってしまったガタガタン バタバタン進行中の列車の中でものすごい格闘が始まったのだみるみる辺りの寝台からカーテンをはねのけて人々が顔を出す気の早い男たちは飛び出してくる列車ボーイが来る専務車掌が駆けつけるとうとう2人は大勢の手で車掌室へ連れ込まれてしまったまもなく列車は、 名古屋駅へ停車する専務車掌が駅周へ何かこっそり合図したすると2人のまるが乗り込んできて抵抗する八字ひげ氏を有無を言わさず連れ出していったそれから2時間後17号車はいつしか米原を過ぎて京都へ向かって爆心していた華やかな食堂車の中である 車窓の彼方には朝日にもやを払った朝の琵琶湖が油絵のように浮かんでいる利根君は花嫁の月恵さんと差し向かいで朝食をしたためている二人ともすっかり生まれ変わったように朗らかだでも本当に大変でございましたわねいや何すっかり打ち解けた月江さんの調子に トネ君思わずドギマギして照れかかったが急に乗り出すと声を落としてでもねさっき車掌さんのこっそり話したところによると何でもあの八時ひげの先生大変なスパイらしいんですよ寝台車のカーテンに隠れてすっかり変装し神戸から国外へ脱出を企てていたんだってねまあ もっとも僕は最初からそんな大物とは思っていなかったんですがね怪我の巧妙ですよ何しろ怪しいと疑ったヒントというのがそもそも昨日の信頼者間違いの失敗からですものねトネ君こここぞと弁解これ勤める。専務社長がやってきた。先ほどは失礼いたしましたご伝報でございます いとも丁重に挨拶しながら差し出した広げてみると「とりあえずご奮闘を写し、合わせてご主君を祝う」「名古屋○○○○」とあるいよいよ大物だったんですねそう言って専務社長は 満心に敬意を表しながら引き下がったあなた昨夜お休みになられまして優しい月江さんであるいやそれがね正直言うと一睡もできなかったんですよそのおかげであんなことになってしまったんですからね言ってからふとなぜかわからぬ引け目を覚えてあなたは と問い返した。すると花嫁は真っ赤になって差しうつむいてしまった利根君訳が分からなくなってまごまごするだが差しうつむいた花嫁の目も寝不足で真っ赤に充血しているのに利根君まだ気がつかない。